君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ表紙新聞やっていきましょう。なんかもうマップが一通り埋まりましたね。石堂さん、石堂山です。病院の事件が終わっても彼の心は晴れることはなかったでしょうね。結局彼は委員長の母親の生き霊に助けられたのであって、彼自身は悪霊に対して何もできなかったことを思い知らされたのである。信頼していた看護師は旧友たちの、そして父の命を奪った憎き相手の出先だった。それなのにその糸を引くポルターガイストに対して彼はあまりにも無力であった。いやすごいびっくりした。社会的にも高校生の彼にできることは少なかった。父の工場は予定通り処分された。そしてこの家と土地は彼が社会人になって自立するまで学費と生活費を援助するという条件で親戚の名義にされた。つまりいずれ就職したらこの家を明け渡さなければならないということだ。確かに、そっか、まあ、学費と生活費いいじゃんって思ったけど、工場も結構広かったしね、その土地やら何やら考えたら。全てが彼の力の及ばぬところで進んでいく。高校生の時分かんないもんね、そんなの。彼が感じるのは深刻な無力感であった。彼はしばらく何もする気がせず、家の中でゴロゴロして日々を送っていた。しかしそれすらもいい加減虚しく覚え始めた。うん、立ち上がるのか。あ、何もしないでいると塞ぎ込むだけだった。少しは気が紛れるかもしれないと思い、彼は父の遺品の整理を始めた。そして彼が机の引き出しを整理していると、一冊の古いノートが出てきた。聞いてみると思わぬ文字が目に留まった。ノートに綴られた文章の中に恐怖新聞の文字があったのである。驚いて文章全体に目を通す。どうやらこのノートは父が若かった頃の日記らしい。父もまた恐怖新聞を受け取っていたのだ。そこには恐怖新聞が届くようになってから父の身の回りの人間が次々と不幸に襲われる様子が書かれていた。恐ろしいな。小説などと違って読みやすい微分ではない。僕と綱父らしい飾らない文章で事実だけが淡々と綴られていた。それだけに当時の父の恐怖が行間から伝わってくる。読み終えて彼はふと疑問を感じた。父が若い頃に恐怖新聞の購読者であったのなら、ついこの間まで普通に生活できたのはなぜなのだろうか。確かにどっかであれだね、終わったってことかな。父は工場を経営して多くの従業員を使い、結婚して家庭を営み子供もできた。恐怖新聞に付け狙われて周囲の人間が次々と不幸になるような状況でできることではない。第一、読めば寿命が減るはずなのに、つい最近まで父は生きていたではないか。もしも若い頃からずっと最近まで読んでいたとすれば、失われる寿命はかなりの年数になり、寿命はとっくに尽きていたはずだ。間違いない。ある時期に父は恐怖新聞の呪縛から解放されたのだ。彼は以前思った結論を再確認し確信した。恐怖新聞は絶対ではない。ちょうどその時、電話。京子以外もう知り合いがいないからね。あ、三上清美か。いたね。確かに一番頼りになる人が。石堂山へ。三上です。何度か電話したけど繋がれなかったのでメールします。あなたにも私にももうあまり時間がありません。ポルターガイストはまだあなたを狙っています。今すぐに石堂山に向かってください。そしてバツ丸三角ひし形プレイステーションのボタンかと思ったら最後ひし形だった。メールは途中で意味不明な文字に変わっていた。メールの内容を確認するため三上に電話してみたが繋がらない。
メールを送ってみたが、いつまで経っても返信が来なかった。石道山に迎え。石道山はこの町の近くにある山で、昔から霊山とされているところだった。三上清美は一体何を伝えたかったのだろう。とにかく何か切迫していることは確かだ。なんか前回の教師部も山みたいなところで終わんなかったっけ。できれば彼女の家に駆けつけて安否を確かめたい。だがいつも携帯電話で連絡を取っていただけなので、彼は三上の住所を知らなかった。日本のどこにいるのかもわからない。彼にできることは三上の指示に従うことだけだ。石道山に向かえという指示に。でもそのメールすらも嘘かもしれないよね。怖。何にせよ、もうこれ以上自分に関わる人間を失うのはごめんだ。彼が山に行くための準備をしている時だった。来る。あの忌まわしい足音が。こんなん毎日来たらね、気がおかしくなるよね。もうどっかのタイミングから窓を開けて自分で受け取りに行くよね。こうやって毎回割られちゃうから。何回目だよ。高校生、石道山に死す。なぜ死に急ぐのか。え？出た。この、来た新聞を毎回解説してくれる人。特に思ってなかったぜ。ポルターガイストが未だ存在していることは、半ば覚悟していたこととはいえ、彼を悔しがらせた。残念だ。ポルターガイスト。不滅だ。それが嬉しいのか、上機嫌なそれが嬉しいのか、上機嫌なポルターガイストの不気味な声が部屋に響き渡る。A、こいつには勝てないのか、B、三上さんに何をした。C、貴様は不滅じゃない。三上さんに何をしたかな。あのヘッポコ霊能者が死んだ。ヘッポコだと。さてどうだろうな。直感的に三上からのメールが突然途切れたのは、ポルターガイストが何か仕掛けたのではないかと思いついたのだが、それより自分の心配をした方がいい。彼はポルターガイストへの怒りに拳を握りしめた。教新聞から逃れることは可能だ。父さんの日記からそれが分かったんだ。その方法は必ずあるはずだ。三上さんの指示、石道山に行けというのは、それと何か関係あるに違いない。確かに。そう、お父さんが、その、いつからかおそらく教新聞が来なくなっていたであろう、そのきっかけを、やっぱそれが石道山にあると。今度こそポルターガイストを封じ、教新聞の呪縛を打ち破ってやる。彼が心の中で思っていることを見透かし、ポルターガイストはせせら笑う。おやおや、まだ、そんなまだにアクセント入れる？教新聞が絶対なら、俺は工場で父さんと一緒に死んでいたはずだ。教新聞は絶対じゃない。俺は最後まで戦う。確かにね。無駄だ無駄だ。第一、霊場の石道山にどうするというのだ。確かに、三上との連絡が途絶えた今、石道山で何をすればよいのかはわからない。だが何もせずにこのまま教新聞の呪縛を受け入れているわけにはいかないのだ。素直に、教新聞を読んで運命を受け入れていれば、まだ苦しまずに死ねるもの。まあせいぜいあがくという。そうやってあがいて死ぬとなる。死んでも死にきれなくて、俺のような立派な悪霊になる。あがいて死んだのかい、君も。その時にまた会おうじゃないか。だからポルターガイストのバックストーリーみたいなやつあったらちょっと見てみたいね。意外と深いかもしれない。彼もまたこの主人公のように教新聞に悩まされた一人だったとしたらちょっと面白いよね。今は笑いたければ笑えばいい。
だが彼もただ座して死を待つようなことはしない。彼は立ち上がり、すでに準備のできた荷物を背負う。そして家を飛び出した。ピューン、パンくわえて。彼は走った。深夜の街を走った。石堂山へ。霊場。霊山の石堂山へ。石堂山へ。山のどこに向かえばよいのかもわからぬままに、夜の街を山の方へと駆け抜けた。いや、夜なんて。余計、もう何も見えないよね。あ、出てきた。この山の麓の森ですか？すごく広くて深いって聞いてますよ。地元の人なんか絶対に一人では森の奥には入りませんね。表現力がすごいな。有名な富士の樹海の方がずっと広いとは思うんですけれども、うん、迷いやすさでは同じくらいじゃないかしら。うん、それ以上かもしれませんね。最近でも山菜採りの人や虫を取りに来た子供が遭難したんですよ。だから遊び半分の軽い気持ちでこの森に入らない方がいいと思いますよ。よかった、今回はないかと思ったけど今回もちゃんとあったね。インタビュー映像、誰が誰に対して話したのか分かんないやつ。深夜なのでもちろんバスは動いていない。タクシーを使うほどの金もない。彼は夜の道をひたすら歩いた。小一時間ほど歩くと、石頭山のふもとに広がる森が見えてきた。夜に見ると不気味な森だ。うわ、どんな声何か獣の声がする。野犬のようだ。夜だというのに鳥も飛んでいるようだ。フクロウか何かだろうか。とても町のすぐそばの森とは思えない。だがこの森を抜けなければ石頭山にはたどり着けないのだ。気がつくと人家はなくなり、舗装道路もこの辺りで大きくカーブして別方向に向かっている。これ以上行くには森の中の道とも言えないような小道に入るしかない。覚悟を決めて踏み出そうとした時だった。よかった、やっと通じたわ。まだ生きてた。三上清美からだった。彼は三上の無事を喜んだ。いやでも本当に怖いのがこの人すらもう味方じゃないっていうか、そのポルターガイストの差し金説あるからね。私のことはいいの、それよりよく聞きなさい。石堂山の中腹には霊堂があるわ、そこを見つけなさいなんか喋り方ちょっと怖く聞こえちゃうな。まあもう疑ってるかもしんない、疑ってるからかもしんないけど、ポルターガイストを除霊することができるわ。なんかでも悪くない。あなたのお父さんも昔そこで除霊して恐怖新聞の呪縛から逃れたのよ。いや怖っ、なんか聞こえるよ。三上清美が父のことを知っているのは意外だったが、そのことを尋ねる暇はなさそうだ。この携帯電話での連絡もポルターガイストが妨害してるみたいでもあれだよ、妨害しきれないこともあるんだね。何か困ったことがあったらすぐに私に連絡。ああすぐに連絡、プープー。またしても電話は途切れた。しかし霊能力者の三上清美が健在であることが確認できたし、石頭山のどこに向かえばよいのかも分かった。彼の胸に希望の明かりが灯ったような思いだった。彼は深い森の中へと踏み込んだ。やば怖すぎるなこの道は。しかも夜なんか先の方光ってるけど、いやー危ないよ、絶対迷うじゃん。夜の行ったこともない森なんて昼間ですらね危ないだろうに。森はどこまでも深く、一歩中に入ってしまうと方向感覚は失われた。でしょうね。あ、早え。わ、いやーこれはマップが欲しい。まあ、カットするけど、カットしたとしてもこれあれだね、道わかんなくなるよなきっと。でも意外とあれだね、広場率高いね。お、丸。
もうどれくらい森の中の小道を進んだろう。道が分岐していて標識が立っていた。この標識によれば、石頭山に登る道は、左だ。で、左。一気に右に変わるんだよね、見た目的には。こういうのがね、わかんなくなっちゃうね。お、丸。また分かれ道だ。標識はまた左を指している。ここがさっきの標識の場所とそっくりに見えるのは気のせいだろうか。え？また標識。注意深く見た。小さな傷や汚れの特徴はさっきの標識と同じだ。やはり彼は同じ場所をぐるぐる回っていたのだ。うわ、怖。いくら迷いやすい森とはいえ、この堂々巡りはあまりに不自然なものだった。このまま森を抜けられずに、力尽きて倒れるまでぐるぐるさまようしかないのか。標識は無情に左を指している。え、じゃあ右行こうよ。ここに戻ってきた。また標識の場所に戻ってきてしまった。ポルターガイストのせせら笑いが聞こえるような気がする。ずっと森を歩き続けて足が棒のようだ。同じ標識を見るたびに、その疲労が一段と重くなる。そりゃそうだよね。もうダメだ。このままこの森で俺は遭難してしまうのか。彼は絶望し、空を見上げた。怖っ。え？諦めたら終わりよ。え？頑張って。そこで諦めたら。まさか。俺たちみたいに死んでしまう。高一たちだ。あなたには助けになってくれる人がいるはずよ。え？絶対に。京子？森を抜け出して。俺たちはもう行かなきゃ。どこに？頑張れ。え？どこ行くねん。高一たちの霊の気配が消えた。死んだ彼らの声が届いたのも、ここが霊山の麓だからだろうか。それほど霊剣新たかな山ならば、きっと霊道に行けば悪霊も除霊できる。こんなところでへこたれるわけにはいかない。だがどうすればいいだろう。闇雲に歩き回っても無駄なことはもうわかっている。高一たちの霊は助けになってくれる人がいると言っていた。霊能者三上清美のことに違いない。繋がらないかもしれないが、彼は携帯電話をかけてみた。よかった。やっと通じた。今までポルターガイストに妨害されてたのよ。なんでわかるんだろうね、それ。そっちは大変なことになってるんじゃない？うわ、怖い。三上の言う通りだ。彼は早口に今の状況について説明した。ポルターガイストのまやかしよ。すげえ術使うな。このままではどの道を行っても永久に抜けられないわ。私が少しの間ポルターガイストの力を抑えてみる。その間に正しい道に進んで。標識もあなたを迷わせるための偽物だから逆の方に進んで。なるほど。いいわね。はーい。三上清美の助言によると、今なら標識と逆、右に進むとこの迷宮から抜け出せそうだ。本当か？じゃあぐるぐるはもうしょうがないもんだったんだね。お、突然うっそうと茂っていた木々が途切れた。そんな急に？ついに森を抜けたのだ。そして道は急な上り坂になっている。いよいよ霊山、石頭山に足を踏み入れることができるのだ。じゃあ行くか。いや本当にこのゲームの一番大変なところはこのマップだよね、やっぱね。真っ暗で、今自分がどこにいるのかもよくわかんない。うわ。人の気配がする。こんな時間に彼以外に一体誰がこの山を登っているというのだろう。彼は立ち止まり、気配の方に目を向けた。やだ。絶対お化け。ああ、京子や。あんま怖くなかった。先輩。やってきたのは高峰京子ではないか。どうしてここに彼女がいるのだろう。先輩のことが心配できちゃったんです。あら。え？どうしてここにいると分かったのかって？
三上清美に聞いたのに決まってるじゃないですか。もうなんか疑ってかかる精神になっちゃってるから、もうこれもポルターガイストのまやかしだと思っちゃってる。A 余計なこと、 B よく来てくれたね、 C なんか変だ、なんか変だ。彼女の言葉に彼は奇妙な違和感を感じた。何か引っかかるのだ。何にせよここは危険だ。ポルターガイストは彼女にも何をするかわからない。大丈夫、足手まといにはならないから。工場の時だって私がいて助かったでしょ。高峰京子は強引に彼についてくる。いや怪しい。いずれにせよ今から追い返すのも危険だった。ここまで来てしまった以上一緒に行動するしかないだろう。先輩、私さっき先輩を探してもっと先に行って洞窟を見つけたんだ。いや怪しい。きっと先輩が探してる霊道ですよ。案内します。こっちの道です。怪しいよ。どうやら彼が森で迷っている間に彼女は霊道を見つけたらしい。いやでもだってポルターガイストのあれは彼女が先に立って案内しようとするのを彼は止めた。そして自分の後ろからついてくるように指示した。この先ポルターガイストのどんな罠や攻撃があるかわからない。彼女を先頭に立たせるのは危険だと判断したのだ。ポルターガイストは彼の旧友たち、そして父の命を奪った。この上高峰京子まで失うわけにはいかない。高峰京子の存在が彼にとってどれほど大事なものか、今初めて自覚したような気がする。少し歩いてから気がついた。さっき京子は三上清美を呼び捨てにした。違和感の原因はそれだ。不審に思って背後の京子の方を振り返った。まさにその時、京子は彼に飛びかかってきた。やっぱり。かろうじてそれを受け止め、その場でこらえる。彼女に押されて、彼の足が地面を滑った。その足のかかとが宙に浮く。え？崖？慌てて足を前に戻し、足場を確保した。この後ろは崖だ。振り向くのがもし一瞬遅かったら、彼は高峰京子に突き飛ばされて崖から落ちていただろう。いや、高峰京子ではない。彼女の偽物だ、やっぱり。物理攻撃できんのずるくない？あのガラスも割れるからな。よかったよ、違和感に。彼は怒りに震えた。ポルターガイストは高峰京子への彼の信頼を利用し惑わせたのだ。住川看護師の時といい、彼の心の隙をつくやり方は、やり口は卑劣そのものだった。すごい感情が出てきてるね。ポルターガイストは彼を追い詰めていく。彼は必死にその力に抵抗した。決して負けない。彼は念じ続けた。次の瞬間、体が急に軽くなった。楽しませてもらったよ。え？ここではこれぐらいにしておく。どうせすぐお前は死ぬのだ。なんでちょっと手加減してくれるんだろうか。逆に焦ってんのかもしんないね。あとなんかシンプルに力が使えない、使い切れないとか。プルターガイストはどうやら去っていったようだった。なんとしても奴を除霊してやる。決意を新たにして彼は再び霊道を探し始めたのだった。山抜けたはずなのにまた山道だね。ずっと結構奥まで進んできたのに未だに洞窟を見つけることはできない。早く見つけないと。そんな焦りにつけ込むかのようにまたしてもポルターガイストが何か仕掛けてきたようだ。